では今週始まりました16番ホール473ヤードからです。はい、パー5。さっきの劇的パー見逃した方は前の動画をご覧ください。よいしょ。え、バンカー、バンカー行った。いや分からん。207ヤード。はい。ちょっと僕は右目狙いで。はい。バーディー取れるように。よいしょ。フェード。見えるんかなこれ。277ヤード。277。うん。ちょっとツーオン厳しいかな。ツーオンとか言い出したでも、うん、よくわからんからとりあえず右のあの木、あ、正面の木ぐらいでいいよね。よりちょっと右でもまあ理想は。はい、3番ウッドで打ってます。はい、270、距離は280ぐらい。うん、おお、ナイスショー。ちょっとこすったな。うん、こすりました。まあいいや、ナイスミスじゃないかな。多分体が反応したんだと思うで。ちょっと打ち込もうと思ったら失敗した、うん、失敗。オッケー。204ヤード。204ヤードです。結構上げてます。左にちょっとハザードがあるんで、はい、手前より奥。はい、左からの風が嫌なんだよな。お、いい感じ。右には行く。あ、いいんじゃない。ナイス。あ、いいかも。ナイス。めちゃくちゃいいかも。ナイスです。 Thank you。 よだれは足りません。いいとこ当たってる。じゃあ行きますね。はい、行きましょう。126 126 8番。 OK、 もう手前でもええ。うん、しっかりめだな。そうじゃ、横から打っちゃいけんのんじゃ。ライが最悪だ。うわ、うまっ。あ、よう打ったな。ちょっとフライヤーしとる。おお、ちょうど。あ、止まった止まった。あ、え、あれも二段グリーンなんかもな。下なんかボール消えていったで。でもセンターより向こう行っとるけん。うそ、手前より A で。なんか一球めっちゃ近いやつあったけんさ、僕の二打目が多分傾斜でいいとこ行ったんだろうな。もうイーグルやん。うん、すごい。でも上からじゃけん大丈夫大丈夫。まさかの僕めちゃくちゃ多分皆さん近いですよ。あ、グリーン、あ、奥まで。ゆかちゃんのボールと僕のボールどっちでしょう。そんな言わんでもわかるやん。めちゃくちゃ近い言ったのにな。あ、落ちた。多分この辺の傾斜にうまいこと当たって右目だったと思ったんだけど、結構いいとこ行ってますね。で、ゆかちゃんはセオリーのいいとこですね。上り、うん、ほぼまっすぐじゃないかな。スネークみたいな感じやな。スネークっぽい。うん、でも最後スライスが強いね。ああ、そんな感じだな。上りは結構重たいよな。うん、うまい。弱いか。おお、だいぶ打ったと思ったけど。さっきいける。うん、 OK でいいよ。この距離も先です。ナイスパ。ありがとうございます。危なかった。結構切れたな。結構切れた、いいものも。いや、また僕ことごとく上からなんです。チョンでバーディーで最高やん。あ、そうか、バントでもバーディーやもんな。うん、そうかそうか、2パットでいけばいいんだもんな。そう、まぐれで入ったらラッキーみたいな。うん、確かに。ナイスイーグル。やば、
一気に逆転されても人生2回目のイーグルです。あ、そうなんや、うん、ナイスイーグル、ありがとう、素晴らしい。いや、よだれ垂らした回あったわ。垂らしてんじゃねえよ多分な、よだれ垂らした方がいいと思う。今めっちゃ唾飛んだよ今めっちゃ唾飛んだよナイス、ありがとう、ナイスでした。170ヤード、ピン右目だよな。右目だったね。8番アイアンでいきます。ピン奥目なんで、うわあ、まっすぐ行った。あ、でもいいんじゃない。うん、まあアプローチ勝負ですね。右には打てれん。左上がったの、前上がったの。ゆかちゃん何番？ゆうの4。ゆう4。滑った、ちょっと滑った。あ、バンカーや。多分超えたと思う。超えたかな。うん、滑った。ちょっと足場が悪かったな。うん、仕方ない。うん、まあゆかちゃんなら寄せて。バンカー入ったような気がしたけど。入ったか入ってないか、うん、キャリーでは超えた、うん、めっちゃヒール。ゆかちゃんバンカーです。これは難しい。ここです。ちょっと難しいですね。なんか出たらラッキーって感じかな。うん、ゆかちゃん見えないんでこっちから行きましょう。硬いな。止まって、ビタ止まり。うそ何のウェッジ使ってるんですか。あ、モズウェッジです。あマークします。まあ最低ゆかちゃんぐらいまで寄れば。そうだね、うん、2メートルぐらいに寄ってくれば。そうやな。もうちょい、もうちょっと、もうちょい。あ、でもナイス。オッケー、ナイスです。これは難しいな。ちょっと難しいよ。まあボギーでもいいか。頑張れ。バンカー入ったからな、ここまで寄っただけでもボギー取れるように。バント、うん、スーっていった。切れたな、やっぱりスーっていきましたね。先です。ナイスパー。ボギー。あ、ボギーか嫌がらせやわざとじゃないよ。わざとじゃ、わざとか。ここいいラインっぽいな。うん、曲がるかな。ちょっとスライスするかなと思うけどね。うん、あとは強さだけだよな。うん、ナイスパー。ありがとうございます。イーグルから好調ですね。はい、やっぱりメンタルスポーツなんで。ナイスイーグル。今のはパーな。あー嫌がらせです。すいません、嫌がらせですか。なんか気持ちも何も込めずに、なんか適当なこと言っちゃった。ナイスイーグルとか。ありがとう。何にも考えてなかった。ゆかちゃんがね、しまってくれました。わあ、ありがとうございます。二打差になっちゃった、ゆうたくん。見てみる。これが私今ボギー。ボギー4。あー、さっきイーグル花火が出たな。花火が出た。あ
まあ後半もあるんで、ゆかちゃん。そうですね、うん、これ最終？最終。早っ。長いかな、うん、長いね。ここもちょっとな。413、うん、18番ホール400ヤード超低いです。急に？はい、まあ、捕まりにくいように。僕 T の高さでなんかなイメージがあっとんか合ってないんか知らんけど、左に行きにくいイメージがあって、あの木のちょっと右ぐらい、はい、右端ぐらいかな。バントします。短く持って、おおすごい綺麗。うん、ナイス。ピンいいわ、ほんまに言うこと聞く。じゃあ私も同じく左から。うん、ピン曲がらんけど、曲げようと思ったらちょっと曲がるからな。あの木めがけていこう。うん、下から入った。オッケーオッケー。あ、いいとこいいとこ。木に当たったよね今。ちょっと当たった。ロスしましたね。ちょっとね、こう、うん、こう。垂れた。うん、なんか垂れた。力入った。なるほどな。力入った。2回言う。うん、それ当たるわ。皆様安心してください。ゆかちゃんでもああいうミスをします。で今日はああいうミス多いっすよ。多いな。多いですよ。なんか最近不調だよな。でも最近なんかちょっと不調なんですよね。マジで不調だよな。なんか体がもう重くてね、動かないんですよ、うまく。やっぱあの食べさせんといけんわ。なんだろうな、なんだろうな、なんかずっと疲れてる。なんか動きが鈍い。はいはいはい。振ろうと思っても、うん、体がついてこないから。あ、そうな。なんかそう、やっぱトレーニングなんかな。皆さんちょっと教えてください。なんかいい方法があれば。なんかついてかないですね、うん、僕は今適正体重だと思うから、もう体がすこぶる調子がいい。今ね166センチの48キロなんですよ。ガリガリやんけ。ガリガリやん。だから標準体重が58ぐらいだから、まあマイナス110とかって言うからな。そう、全然標準体重にもいってない。うん、もうちょっと昔は太ってたんだけどな。やっぱ写真見返したら大きいもんな。ぽっちゃりだったよね。うん、可愛かったけどな。 ありがとうありがとう、うん、ありがとう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 。何ヤードあるの？200あるの？ある。もう左バンカー手前でアプローチしやすいところに止めてもいいかもな。まあでもバンカー入ってもいいか別に。うん、今のゆかちゃんバンカーうまいから左のバンカー入ったらいいかな。オッケー。左からの風だし。そうよね、うん、距離的にはいかんと思うよ。いかんいかん。3番ウッドで。はい、あ、ちょっと巻いちゃった。清さん出たな。あ、あれ結構いったな。結構いった。なんか面白いとこいった。面白いとこいったな。うん、あれは技の見せ所だで。技はないけどちょっと噛んだ。うん、噛んだな。まあこっからどういう風にパーもしくはボギーで上がってくるのか、うん、その辺もね、あの手前のバンカー、右手前のバンカー嫌だなと思ったから。あ、確かに左でもいいかなと思ったけど。わかるわかる。ちょっと力入った。うん、やっぱなこの初見と僕2回回ったことあるんだけど、うん、その差ってでかいと思う。まあ、ティーショットとか特に。まあね、確かにね。なあ、どこ行ったらいいか分からんし。それはあるかもしれない。うん、ピンが今日手前なんで距離的には128で、左からのアゲンスト結構上げてるね。で右左手前にバンカーが厳しいんでちょっと奥目行きます。140飛んでもいい。ピッチング、ダフったけど、オッケー、全然いいです。今ゆかちゃんが立ってるところボールあってバンカー越えて下りのピン位置です。
まあ、すごいとこ行っちゃったよ。ちょっと距離があるんで、せめてもの救いかな。左足多分40ヤードぐらい。はい、ちょっとボギーが取れるように。そうだな、とりあえずの押したら OK。 うん、待って。それ何ウェッジ？モズウェッジ。いや、うますぎるわ。よかった、大きいかと思った。いや、僕も思ったんだけど、うん、めっちゃ止まった。うそ。ナイス。モズウェッジ。モズウェッジ。モズウェッジ。ナイスです。ありがとうございます。はい、ゆうたくんの3打目です。まあ、乗ってくれればいいと思います。じゃあね、ボギーでもいいね。はい。イメージを出して、さっきゆかちゃんのいいイメージを見たので。お、え、何今の。トップしたかと思った。モズウェッジ。ナイス。 Thank you。 これもちょっと近くて優しいライン見えるけど、めっちゃ切れそう。うん、立ったらすごい切れそうですね。うまっ。よし、やった。パーやん。パーやん。パー、パー。パワー。ナイスパー。ありがとうございます。いや、あのアプローチが良かったよ多分。うん、あれはほんまうまかったな。ありがとう。めっちゃ止まったもん。あ、そう。ゆかちゃん結構見た？スライス。ちょっと見たけど、しっかり打てるならうちでいいかも。ああ、まあでもボギーでもいいもんな。うん、たまたま入ったで OK。 ナイス、ありがとうございます。ああ、2打差か。2打差です。悔しい。はい、ということで3ホール終わりまして、はい、なんとゆうたくんイーグルあり、はい、劇的パーあり、はい、劇的パーあったかな今最後のパー、はい、うん、ました。で、前半スコア37かな、よくわからん、39ぐらい、うん、負けてる。僕3回目だから。最近ほんと上手よね。うん、考えてるから素で負けます。はい、という感じで前半キーホール終わりました。はい、ウエストポーチが可愛い。ウエストポーチこんなんつけて初めて笑いました。ファンがいいかも。うん、はい、という感じでキーホール終わりました。まだまだ動画続きますので、この動画がいいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。